ドジャースのレディースナイトで最高の笑顔を見せたまみちゃんが目撃されました。これが情報だと思ったら、なんと、ドジャース選手たちの奥様たちが勢ぞろいしていたのです。まみちゃんが慎重すぎてドジャースのレディースイベントに参加しているのを見て、いろいろと心配だったけど、問題なさそうで安心しました。このドジャースレディースナイト、一体何があったのでしょうか。半端ない女性たちが旦那にパワーを送って、 明日勝ててるようにと願っています。翔平さんとまみさんの笑顔には本当に癒されますね。彼らが笑顔でいられるなら、それが一番です。皆さん、素敵な笑顔をありがとう。アメリカの美しい奥様たちの中で、まみさんのスタイルの良さと美肌の白さが際立っているのを見て、日本人女性として本当に嬉しいです。ビジターでの試合では、選手だけでなく妻たちにもヤジやブーイングが飛び交うことがあると聞きました。 特にフィラデルフィアフィリーズでの矢路は厳しかったですね。帰れ、どころか、お前の亭主はチームに何か貢献したことがあるのか、というひどい言葉まで、知り合いの奥さんが生卵をぶつけられたこともあったという話もあります。そんなことを聞いて心配だったけど、よかったです。日本でもかつては巨人や広島が婦人会を作っていたのに、最近はあまり見かけなくなりました。 同僚の奥さんとは付き合いたくないという人が多いのが理由だそうです。だからこそ、メンタルの強い奥さんをもらって本当に良かったです。二人が幸せで笑顔でいられるなら、それでいいのです。本当に良かったです。テレビ局に付け回されていたからね。